敵塾船場は、大阪府大阪市中央区の地域名。大阪市の中心業務地区にあたる。大阪の町人文化の中心となったところで、船場言葉は、江戸時代から、戦前期にかけて、規範的、標準的な大阪弁とみなされていた。船場の範囲は、以下の河川と人口の堀川に囲まれた、南北、約2キロメートル。 東西約1キロメートルの四角形の地域である。江戸時代の町組の名残で、本町2の北を北船場、本町2の南を南船場と呼び分けることもある。東は上町、南は島の内、西は下船場、北は中の島に接する。現在では稀であるが、上町を東船場、下船場を西船場とみなして、船場の中、 船場と称することもある。船場の語源については、牧村使用編、大阪言葉辞典講談社、1979年、385から386ページに、以下の説が挙げられている。外区は、基本的に40件四方の正方形で、外路は5番目上に直行している。大阪城の西に位置することから、東西方向が縦となり、 東西方向の街路を通と称する。計23本。当初の福音は4.3件に設定されていた。一方、南北方向は横となり、南北方向の街路を筋と称する。計13本。当初は補助的な街路とされたために、福音は3.3件と通りに対して狭く設定されていた。待ち割りは基本的に東西方向の縦待ち割りで、 東から、町名数にして5程度の町が多かった。ただし、西横堀筋はすべて南北方向の横町割で、渡辺筋、佐野や橋筋、御堂筋の各一部にも横町割が見られた。明治以降に通と筋の主従関係が逆転したが、東西方向の縦町割は依然健在で、平成以降は縦町割に統一されている。なお、現在の町名では、 町は、すべて、町と読む。京都落中のように多くの町名、町筋が、伝統的に継承されず、また、京都市や神戸市とは異なり、大阪市は、幹線道路の相性しか表記しておらず、さらには、船場が、東西方向の町割りであることから、筋の名称は現在ではそれほど認知されていない。ただし、電柱や街灯、アーケードの出入り口、 船場センタービルとの交差部などに、筋の名称が表記されている箇所がある。1583年に、豊臣秀吉によって、大阪城の築城及び、大阪城下の開発が開始された。豊臣初期の大阪城下の中心は、大阪城以前にあった旧石山寺内、港湾都市である港の渡辺津玉造といった上町で、また、大川を挟んで、 上町の北に位置する中島時内の開発も1585年から開始された。上町の西に位置する船場の開発は、この時期はまだ方画的なものであったが、1598年から始まった大阪城三ノ丸の造営により、旧地となった渡辺、玉作りの地にいた町人の移転先として、船場の開発が本格化する。大阪の神後、 松平忠明による復興の際に島の内と下船場の開発が本格化し、さらに渡辺、玉造りの地へ、再度超人地が置かれることとなった。また、淀や上安による中野島の開発も始まり、幕府直轄地となる1619年頃には、城下とは別の町とみなされていた旧中島時代を天満として、 大阪城下に取り込み、以降の大阪城下は船場を中心に展開されるようになった。明治諸島には137町あった。東西方向の町南北方向の町1872年の町名改変で109町となった。南北方向の町1914年の町名改変で、上南場北の町、上南場南の町が北九法寺町5町目。 南九宝寺町五丁目、幕露町五丁目となり、全百十丁となった。1930年の町名改変で、北渡辺町、南渡辺町が、本町五丁目、南本町五丁目、東仏町五丁目、北九太郎町五丁目、渡辺町となり、全百十三丁となった。1970年の町名改変で東仏町、 北九太郎町の各一部が、船場中央となり、全123町となった。1982年の町名改編で、純慶町通、安藤寺、橋通、塩町通り、末吉橋通、横堀7町目が南千場となり、全111町となった。1989年の町名改編で、大川町を北浜に編入、東仏町を、 南本町に編入、北九太郎町、南九太郎町を九太郎町として、東郷、南北方向の横堀、渡辺町を東西方向の各町に、編入の上、安土町を除いて4から1丁目に再編し、全71町となった。繊維ドニアや商社、証券会社、銀行の集中により、過密が問題となり、問屋街の公害移転などが行われていた。 現在、未だに過密であることに変わりはないが、かつての活気が、船場からは失われつつある。一方、地元も様々な運動を開始し、他の地域との協力、交流も始めている。例えば、2005年3月26日には、免業会館で4団体共同で、船場フォーラムが行われた。4団体とは、銀座町づくり会議、 横浜町づくりクラブ、都心界わい町づくりネット、千葉、元気の会である。このうち、堺筋、本町駅には2011年9月30日に、船場東、本町駅には2011年10月1日に、船場西の副名称がそれぞれ、駅名表に追記された。船場地域を運行する、バス路線として、大阪シティバスの8号系統がある。 ありがとうございます。